ミノリ台駅は、千葉県松戸市松戸新田にある、神経成電鉄神経成線の駅である。駅番号は、SL04? 駅名の由来は、付近のミノル台という町名からだが、当駅は、松戸新田に立地する。駅ホーム相対式ホーム2面2線を有する、地上駅であり、北口、南口が設置されている。両ホームは、古戦橋で連絡している。 新京成線前駅の中で唯一のバリアフリー未対応駅であったが車椅子対応トイレやスロープなどが設置された。ただしトイレは一番線のみに設置。友人駅だが初電から7時までと22時から終電の間は駅員が不在となる。一番線ホーム側改札付近に AED が設置されている。 2020年度の1日平均乗降人員は7280人であり、神経成線内では第17位である。近年の1日平均乗車人員推移は下表の通り。松戸運動公園松戸市立第6中学校駅周辺は車も人通りも多く、古い店や個性的な店が並んでいる。隣の松戸神殿駅は、 直線距離にして600メートル、矢柱駅、新矢柱駅は800メートルしか離れておらず、当駅のホームから松戸新田駅の駅舎を確認することができる。駅南側には千葉県道281号松戸鎌ヶ谷線が走る。ありがとうございます。